イエロー、マジック、オーケストラ、YMO、サディスティック、ミカ、バンドなどでドラマーとして活躍したミュージシャン、高橋幸宏さんが死去したことが15日、分かった。70歳、デイリースポーツの取材に音楽関係者が死去を認めた。YMO のワールドツアーに参加経験があり、坂本龍一の元妻でもあるシンガーソングライターの矢野明子は未明に、YMO、GOES、FOREVER、とツイート、高橋さんへの惜別の思いを綴った、ネットの声、イエロー、マジック、オーケストラ時代、一緒にツアーを回った中ですもの、矢野明子さんの悲しみは十分伝わってきます。高橋幸宏さんの声や楽曲がとても好きでした。心からご冥福をお祈り、いたします。小学生の時に聞いた、君に胸キュン、が初めての YMO、小学生に YMO が理解できるはずもなく、その時の感想は、何、この変なおっさんたち、でした。しかし、中学生になってから高橋さん作曲の、ライディーン、を聞いて、それまでに触れたどの曲とも全く違う音楽にとんでもない衝撃を受け、YMO がいかにすごい人たちが集まって作られたユニットかということを初めて知りました。あの曲の衝撃は本当に強烈で、ほどなくして私はインストゥルメンタルの曲ばかり聴くようになり、大学生ではインストゥルメンタル曲を演奏する音楽サークルに入ったほどです。たった一曲で私の青春時代を変えてしまった高橋幸宏さんですが、こんな風に影響を受けた個人は多いでしょうし、日本の音楽シーンに与えた影響はもっと強烈だったと思います。日本音楽史上最も偉大な音楽家をランキングしたら、他の YMO を二人と共に、間違いなくその一人に入る人でしょうね。高橋幸宏さんの訃報を知り、大変ショックを受けております。と同時に、寂しい気持ちでもあります。私自身、YMO の曲を子供の頃から聴いておりますが、黄色いベスト版 CD を入手したのは、社会人になってからですね。しょっちゅう聞きまくってました。ご一緒にご活躍された細野晴臣さんと坂本龍一さんも、高橋幸宏さんの訃報にショックを受けられ、悲しい思いをされているのでしょう。古希になられたばかりなのに、闘病生活に入れられてからは、思い通りになられなかったのではないでしょうか。本当に、素晴らしい音楽でした。ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。いきなり目に飛び込んできた訃報にショックを受けています。YMO が大好きで、そこから3人のソロアルバムのほとんどを聴くようになりました。高橋さんのソロ作品の特徴は、ご担当のドラムパターンのかっこよさを基本に、歌詞は切なく甘い感じで、歌声は少しか細いけどそれが歌詞にマッチして、独自の世界がありました。人格的にも YMO の他のメンバーの間に立ち、決して一人だけ目立つようなことはせず、うまくメンバーを引き立てる役目をしているのが好印象でした。これからも音楽は生き続けます。生み出された素晴らしい音楽たちを聴き続けるでしょう。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。